学校法人立志社は東京都墨田区に本部を置く学校法人であり高等学校と専門学校を運営する。2004年の合併前までは専門学校を学校法人東京 IT 会計法律学園として立志社高等学校を学校法人立志社として別法人で運営していたが2004年4月1日より 両法人を学校法人立志社に統合し、現在に至る。法人名の由来は、高等学校設立の際、板垣大助をはじめとする人たちが志を達することを期して設立した立志社にちなみ、学校であるため、社を学び者の茶とした。ただし、同団体とその教育機関である立志学者とは一切関係ない。本専門学校は、 民間企業就職率や公務員試験合格率、各種資格の取得率が高いことで有名。1994年には最内間国家試験の司法試験に専門学校初の合格者を排出。2003年には過去最低合格率2.58%でありながら2人目の合格者を出した。税理士試験や公認会計士試験をはじめとする 国家資格試験や情報処理系難関資格の合格者を毎年のように出している。また国家公務員採用一種試験においても毎年合格者を出している。また学習運営方法としてゼミ学習を取り入れているのが特徴である。各学科学コースによるが1年生から4年生から選択でき計画的な試験対策を行える。 また、修行年数に応じ、専門誌や高度専門誌の称号が与えられ、大学編入資格や国家資格試験受験資格を得ることも可能である。どこまでも、どこまでものフレーズが、馴染みの CM ソング、夢は終わらない、作曲、山田直樹に乗せて、学生が授業を受けている姿や公式野球大会の、新と直近の生徒就職内定率の字幕表記が流れる内容で、 地域ごとに学校名が異なる。関東地区では、富士テレビやテレビ朝日を中心に各局でスポット CM が放映されている。通常2本1セットで放映され、1本目と2本目で紹介される学校が異なる。また、富士テレビの旅行バラエティ番組、もしもツアーズでは、番組開始当初から2020年9月まで複数スポンサーの一社となっていた。東海地区では、 東海テレビの平日夕方のドラマ再放送枠の複数スポンサーの一社となっている。2020年度の CM よりイメージキャラクターの山内鈴が出演し、また CM ソングもシンガーソングライターの角脇さらさが歌唱した新バージョンの夢は終わらないを使用している。以前は2012年から2015年度シーズン用の CM には女優の小宮有沙さを起用し、 同学校のチアダンスチームのメンバーと共にチアダンスを披露。2016年から2019年度の CM にはタレントの愛原まりが出演していた。初代歌手、竹内ちかバージョンの他に、ザカイ系バンド、橋本夏香、愛原まりバージョンがある。なお以前は、オープンキャンパスや学校説明会にてこの曲の CD を配布していたが、現在は配布していない。ちなみに、 この CM 曲は横浜ベイスターズに在籍していた元プロ野球選手の北川俊之が在籍当時の横浜の2軍チーム湘南シーレックスでプレーする際の応援歌に当てられていたこともあった。これらのほか、毎年夏に IT、ボキの甲子園として全国高等学校 IT、ボキ選手権大会を開催している。ありがとうございます。